はやとマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界8月7日の出来事について触れてまいります。1959年力道山対ミスターアトミックのインターヘビー級戦が行われ、見事力道山が勝利、4度目の防衛を達成しました。1967年ジャイアントババ対ブルーノサンマルチノのインターヘビー級戦が実現、2-1でババが勝利しました。1992年新日本プロレスの選手会を追われた腰中志郎、木村健吾が精神会館の青柳武蔵、斉藤明俊と合流、反選手会同盟を結成しました。1987年元横綱輪島博史はジャイアント馬場とタッグを組み、カンサスシティでプロレスデビューしました。1965年のこの日、ジョニー・スミスの誕生日です。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう、さようなら。